こちらが本日の主役、良品です。それではここからは再びパンジャイアントパンダ飼育スタッフの磯部さんに様子を説明していただきましょう。お願いします。はい、ゆっくりとケーキの近くに良品やってきてくれました。さあ早速数字の6と書いてある氷の方に近づいていきました。さあ良品は自分でろうそくの火を消してくれるでしょうか。お、一個ずつ丁寧に消してくれていっている様子です。さあではここで本日の主役良品についてご紹介いたします。良品は2010年8月11日に双子のパンダとして生まれました。双子のお兄さん海浜は現在パンダラブで元気いっぱいに暮らしております。お兄さん海浜に比べ少し小さく生まれた良品ですが、とっても元気で運動神経も抜群なんです。小さい頃から木登りが大好きでして、よく木の上で遊んでいる写真が多く残っております。またこの良品、アドベンチャーワールドで暮らすパンダファミリーの中でも特に美人なパンダです。小さなアイドル良品、良品にも負けずポスターのモデルとして抜粋されることも多いんです。さあそんな良品、ろうそくの火を順番に消していってくれてますが、まだ一つ残っています。ただそれよりも自分の顔に似たケーキの方が気になる様子です。さあ今パンダの顔のケーキの目が取れてしまいましたが、良品人参とても大好物で美味しそうに食べてくれています。さあ皆様、少しケーキ崩れてしまいましたがシャッターチャンスです。ぜひ可愛いお写真撮ってあげてください。さあ皆様今カメラ目線していました。どうでしょうか、可愛い写真撮れましたでしょうか。さあ皆様この後も良品ゆっくりとケーキ楽しんでいきますので、ごゆっくりとご覧ください。さあそれではここで会場にお越しいただいた方に良品へのメッセージをいただきます。さあ良品と同じ6歳になった大阪からお越しのカホちゃんにお話を伺いたいと思います。さあカホちゃん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。今前にいるジャイアントパンダは良品で6歳になりました。良品に何かメッセージをお願いします。良品、お誕生日おめでとう。ありがとうございます。カホちゃんも同じ6歳、良品と一緒に元気に育ってください。かわいいよ。ありがとうございます。さあとってもかわいいメッセージをいただきました。ありがとうございます。それでは最後に皆様と一緒に良品にバースデーソングをプレゼントしたいと思います。皆さんで一緒にバースデーソングを歌いましょう。バースデーソングありがとうございます。きっと良品にも喜んでいると思います。以上をもちましてジャイアントパンダ良品6歳の誕生会を終了いたします。私たちはこれからも人と動物と自然との触れ合いをテーマに頑張っていきます。ありがとうございました。あ、